ただいま大きな地震がありました。揺れが収まってきていますが、椅子に座って静かにこの場で再発をしてください。ゆっくり走ります。訓練、緊急放送、津波到達予定時刻は10時45分です。現在、宮城県沿岸部に大津波警報が発表されています。皆さん、こんにちは。防災イベントを開催するにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日は津波避難訓練、そしてこの防災イベントに多くの皆さんに参加をしていただき、大変ありがとうございます。ですか、もしあれでしたらこう全部入れて背負っていただいたり、そういうちょっと経験をしていただきながら、あの非常持ち出し袋を今日は考えてみようという。阪神・淡路大震災で亡くなった方のほとんどがね、こういう古い基準の建物で下敷きになって死んだりとかしてるんで、この状態に地震が来たよってことで今やってみます。あれですね、あの水がじわっと来てます。何しろ子供のうちからしっかりいざという時に備えてもらわなきゃな。そして釜石の奇跡などと言われるように、釜石では防災教育をしっかりやることによってほとんど犠牲者が出なかった。ですから言われも当然のことながら、子供たちから防災意識をしっかりしてもらって、まあ、具体的に避難をする場合にはどうするかとか、もうすでに言われまではお一人お一人が自分の家にどこを通ったら安全に帰れるかということを親子で検証してもらってますから、いざという時にはそれが役に立つようにということでやってもらえれば、まあ、大人になってからもというか、もうこの子どもたちが大人になれば全く犠牲が出ないように、まあ、理想ではありますけど、そんな形でできるのかなと思ってます。